さらにそのなんかプレネ、その僕らも20年以上前からそれは見てるんで、エアマックス95だって30万円の時があって、でその時に正直エアマックス95を履いてるとかっこいいかって言ったらそうじゃなかった時もあったんですよね。でもそれ今はそれがもうその30万の靴を履いてること自体がかっこいいっていう風になっちゃってるんで、まあ確かにその1990年代はスニーカーブームがすごく盛り上がった時期で、いろんなスニーカーの雑誌とかもいっぱい出てたんですけど、2000年代に入って、まあ、そういうブームが一旦落ち着いて、2004年にまあシューズマスター創刊したんですけど、タイミング的にその、出版社の方から僕にそのスニーカーの本をノートを作ってみないって言われたのが、まあ、スニーカー自己満足ってまさに僕全く同じこと思ってて、やっぱこうもっと内向きなものだったんですよ。そうですね、自分が手に入れて自分がこう所有してて履いたりすることに満足を得ていたのに、今もっと外に向かっちゃって、そうなんですよ、言ってしまえば自慢するためのツールみたいな、うんうんうん、金持ってるやつ金もなんかこういや偉いっていう、レアも持ってるやつ勝ちみたいな、そうなんですよ、ね、自慢大会みたいな、それが僕すごい今気持ち悪いなと思って、リカルド・ディッシュがナイキとやったりとか、バージルがやったりとか、カニエがアディダスとやったりとか、あと最近だとトラビス・スコットとか、あの人たちが僕はもうハイブランドだと思ってるんですけど、そこの参入はすごいいいことで、で本当に1万円2万円の1万6000円の定価のものが、あの人たちがやると定価が3万になるわけじゃないですか。もしかしたらこれからもっと高いものも出てくるかもしれないんですけど、ある意味今のちょっとこの少しこう飽き飽きしてたものにスパイスを与えてくれたなというふうには思いますけど、ただ本当スパイス程度だと思ってます。他の今まであった雑誌っていうのは、例えばもうこれはこの靴はすごいんですよってこう誇張をして、こう煽ってたんですけれども、シューズマスターはそれをせずにシンプルに靴の魅力を伝えてっていう、そういう雑誌だったので、写真の魅力みたいなものが全面に伝わるようなレイアウトっていうのを特に心がけてやっています。あとなんかなんとなくこうデザインのそのなんだろう、シンプルでクールなところがちょっと東京っぽい見えるのかなっていう。いわゆる情報優先のスニーカーメディア、なんかファッションメディアが多かった中で、なんかよりビジュアルの方も重視した本で、日本人として、日本のブランドであるアシックスの、ムック本はぜひ制作してみたいなという。僕が思うアシックスのブランドっていうのはすごい、実直なところ、自分たちはスポーツブランドである、アスリートのためにものづくりをしているっていうのは非常にスタンスとして明確だなっていうのは思う印象で、シューズマスター編集部というものは実質存在しなくて、まあその年に2回の雑誌制作するその都度ごとに、チームを組んでやってます。で具体的に言うと、プロデューサーがいて、編集長の僕がいて、まあ、あとでアートディレクターがいて、レギュラーでやってるフォトグラファーがいてっていうのは固定でいて、それ以外に関してはその都度都度その号ごとにメンバーを編成して制作に当たっています。半年に1冊ではあるんですけど、まあ、実質の制作期間は 1、2ヶ月。 SNS 中心の人たちっていうので一つでくくられちゃうっていう、その人たちはもう大きい輪にはなってるんですけど、それはちょっとやっぱりブームに、いや、にわかっていう言い方はちょっとあれなんですけどね、ブームに乗った人たちなので、それがブームが去るといなくなってしまうっていう、でそこが弱いかなっていう、まあ、あとその別の文脈から考えると、結局スニーカーって加水分解して劣化するっていう宿命を背負ってるじゃないですか、そこがその他の投機対象である例えばヴィンテージロレックスとかって、
あれは価値が落ちない。そうですね。多分これからもあの上がっていく一方だと思う、うん、でもスニーカーって結局5年10年したらボロボロになるっていう、これ投機の対象としてそもそもどうなのよっていうか、うんうんうん、昔は良くも昔はじゃない、今は昔に比べて良くも悪くも裾野が広がったってこと、うんうん、そうですよね、はい、浜本さんがおっしゃる通り昔はその、まあ、20年ぐらい前まではジョーダンが好きな人、はい、古着が好きな人、はい、ランニングシューズが好きな人、はい、それぞれ割ときっぱり分かれてる、そうなんですよ、それぞれがそれぞれの好きなことを極めていくみたいな感じだったけど、はい、今なんかそういうとんがった人たちいなくなっちゃいましたよね。そうなんですよね、で本当にコアな人たちがいて、でそういう、まあ、あのファッションを含めて、スニーカーが好きだっていうそういう人たちの輪が、まあ、一気に大きくなったんですよね。そこが20年前との違いでいいことなんですよね。靴単品じゃなくてトータルでファッションとしてっていう、それはすごいいいことなんですけれども、やっぱりそういう人たちってやっぱり飽きが早いというか続かないっていうのはあるんですよね。でメインはやっぱりあのメーカーというかスポーツメーカーの作るもので、でスポーツ選手 の、 あのシグネチャーだったりとか、もともとスポーツシューズで、そうですね、